どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はビデオブロック Vlogger っていう動画編集ソフトを使って動画の再生速度を速くした早送り動画の作り方をご紹介したいと思います。この動画をご覧になっている方っていうのは動画を作る人、動画編集に興味がある人だと思うんですけども、皆さんどうでしょう。動画の中の間延びするシーンをちゃちゃっと早送り再生にしたいってことありませんか？例えば料理動画であったり DIY の作業する様子とか、あと移動するシーンとか、視聴者に見せたいけども無駄に時間がかかるシーンとか、そういったものがあると視聴者が退屈しちゃうね。よって見るのをやめてしまうってことになってしまうので、そういったこれといって面白みのないね長いシーンはキュッと短くしてあげた方が動画のテンポも損なわないし、視聴者にとっても見やすい動画になります。あ、で、ビデオブロック Vlogger を知らないって方のために簡単に説明しますと、そんなに凝った動画を作らないので、操作が簡単で無料なものがいいって方におすすめの動画編集ソフトになります。ソフトの特徴やインストールの方法なんかは過去に動画アップしてます。気になるって方は概要欄にそのリンクを貼っていますので、そこからチェックしてみてください。で、そのビデオブロック Vlogger を使えば早送り再生動画が簡単に作れるので、今回はその方法をご紹介したいと思います。それでは画面を切り替えていきましょう。はい、ではプロジェクトの設定が終わったら素材を読み込みます。左上にあるメディアライブラリのメディアファイルを読み込むっていうところのプラスボタンをクリックして素材を読み込みます。で、読み込んだ素材をタイムラインに配置、ドラッグ&ドロップします。はい、で今回はこんな風にバイクで移動してる車載カメラのシーンと、私がいつも YouTube でやってるような自撮りで喋っているシーン、この2つの動画を用意しました。で、再生速度を上げる方法、早送り再生にする方法は3つあります。まず1つ目は、このタイムラインの上にあるツールバーのタイムストレッチっていう機能を使ってやる方法です。ここをクリックすると、リップル編集なのかタイムストレッチなのか、このどちらかを選ぶことができるので、ここをタイムストレッチにします。で、試しに、このバイクで走行している動画のね、スピードをちょっと確認してみると、通常の速度ではこれぐらいの速さです。で、ここがタイムストレッチの状態で、この速さ、速度を変えたいクリップのこのお尻の部分か、この先頭の部分、はい、こちらをグッとドラッグしてあげると、はい、その分だけ、はい、速度が速くなります。なので、縮めれば縮めるほど、どんどん速さが上がるということですね。続いて、2つ目の方法は、はい、同じように、このタイムラインの上にある、この速度っていうアイコン、はい、これをクリックします。はい、するとね、こちらで速度を変えることができます。はい、ここを見ていただければ、いろんなね、速度の変更パターンがいろいろありますけども、まあ、ここはね、ノーマルに、この通常っていうのを選んでいただいて、この 1×通常というのが標準のスピードになります。で、倍速、2倍の速さにしたかったらこの 2×、 4倍にしたかったらこの 4×、 8倍にしたかったら 8×にします。じゃあちょっと試しに4倍にしてみましょうか。4×を選択して、はい、こちらの適用というボタンを押します。はい、すると、はい、4倍の速さに速度は変わります。では最後、3つ目の方法は、インスペクタパネルを使って速度を変える方法です。じゃあ今度はこの自撮りの方の速度を変えてみたいと思います。速度を変えてみたいクリップをクリックして選択して、この右上のインスペクタパネル、はい、こちらを下にスクロールしていくと、再生速度っていう項目があります。はい。こちらに、この
線形速度っていうところがあってね、ここにいろんな数値が書かれてあって、この1っていうのが表示の速度になります。なので2倍の速さにしたかったらこの 2×、 はい、ここちょっと短くなりましたね。で4倍の速さにしたかったら 4×、 8倍の速さにしたかったら 8×、 で16っていう風に、はい、こちらでどれだけの速さにしたいか、はい、速度を変えることができるって感じですね。で一番右端にある個人化、もしかしたらカスタマイズってね表記されている方もいているかもしれませんが、ここをクリックすると、はい、こんな風に、はい、自分で任意で好きな数値で再生速度を速くすることができます。はい、最大で32倍までできるって感じですね。でここでお好みの速さに設定して、設定し終わったら完了を押すと、はい、これで再生速度を速くすることができます。じゃあちょっと確認してみましょうか。はい、速くなりましたね。はい、とまあこんな感じに、まあ言うなれば直感的に、はい、ドラッグ&ドロップで速度を変えたかったら、はい、ここのタイムストレッチっていうのでドラッグ&ドロップして速度を変えてあげるっていう感じ。細かく数値で速度を調整したかったら、はい、ここの速度パネルで速さを調整するか、右上のインスペクタパネルから再生速度を速くしてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はビデオプロックブイルガーを使って早送り再生動画を作る方法をご紹介させていただきました。方法はもうめちゃくちゃ簡単なので、ぜひ一度試してみてください。もしビデオプロックブイルガーに関することでわからないこととか質問、リクエストありましたら、ぜひコメントください。できる限り答えていきたいと思いますので。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画や IT を活用して日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。また、今回紹介したビデオプロック Vlogger に関する動画も他にいろいろアップしてますので、興味を持っていただけたら、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。